親指をこういうふうに中心に合わせていきます。両方の足の合う辺に。こういうふうにやってください。両方の足をこういうふうに揃えてください、親指を。そしたら、自然、それから、そしたら自然に足が伸びるんです。1メートル抱きます、ジャンプして。1メートルですよ。で、両方の足の距離がその線から等しく、左と右等しく、その中心線から。膝の裏から上は上にグーッと伸ばします。2つの動き。右足先を外、左足先を内。土踏まずの左足の土踏まずの中心と右足のかかとの中心がその線の上に来ます。横の線の上に来ます。吐きながら息を吐きながら左足の小指側をぐーっと床に押し付けるような感じで、体重は左足の小指側に完全にかかります。で、右に折るときに左の内股が床に平行に左にもっと動いていく、そのままで右にねじるわけです。もっともっともっと左にここを持ち上げるんです。左側をぐーっとこっちに、はい、やって右に曲げる。もっともっと左の内股をぐーっと左に持ち上げて、右足の内股を左にグーッと押して、頭の頭頂を右にグーッと押します。もっと資料、下の資料を前にグーッと入れて、そう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 、もっと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 、そう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 、もっともっともっと下のお尻を入れて、吸いながら起きる。右足先を内に、左足先を外に。いいです。左に曲がるときに右の内股をぐーっと海の方に押しながら左に曲げてください。左手をこう下ろしていく力と右股の 内側を向こうにぐーっと伸ばしていくのと同じ力です。協力します。もっともっともっと親指上がってきたらダメですよ。親指上がってきたらダメです。もちろん、はい、もっとお下、お尻をもっと下側の尻をもっとこっち入れてぐーっと、そう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 。で、左の膝の中心が向こうを向く、完全に足も完全にねじって、ほら指先がこうなって、そう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 。そしたらもう膝もそう、膝もぐーっと向こうに完全に向けて、もう膝が向こう向いてませんよ。膝が完全に左を向いて、そう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 、膝は指先と同じ方向です。膝は指先と同じ方向、吸いながら戻る。足先を直して吐きながらジャンプして戻る。もう一度来てみなさい、はい、There are two, you, many of you are not keen to do the right pose. 皆さん正しくポーズをやろうとしてないです。 But very keen to touch the floor. To touch the ground with their fingers. Ah,
手のことばっかりに気を取られてポーズを正しくやろうとしてないです。ああいうポーズでね、硬い人はああいうポーズで胸が開けない人がなんでね、これで開けるでしょうか。だから、こう無理するとこんなになってしまうんです。うん、体の硬い人は、初めは手はこの辺にやって、もっとね、お尻をねじって胸を開くことの方が大事なんです。床に届かすかどうかより。皆さん、すぐ床につかそうと、そういうことばっかり気を取られてるから、ここは全然動かないわけです。こういうふうに少しずつね手を下ろしていくように、この開き具合をね、ねじれ具合をチェックしながら少しずつ遠くに手を置いていくようにします。 That is how you have to do. But I see many people. They want to show. 床にできるということを見せたいばっかりにこんなふうにやって、全然お尻がなってないわけです。もし私がそういうふうに教えてたら、そんな皆さん習いに来ないでしょ、私のところに。はい、やってください。お尻をね、下のお尻を前にねじるってことがポイントですよ。ここをね、こうね、閉じないようにしっかり開いて、ここを閉じないように手を下ろします。はい、大きく吸って1メートル。はい、よく見てください、床を。ほらほら、左右がそこから通ってないでしょ。その線から左と右の距離が同じ。こういうふうにして自分を教育していくってことです。で、皆さんやってないですよ。しっかり床の線に合わせてやってください。左足先を打ち、はい、足の裏をしっかり伸ばして、足の裏を伸ばして、膝の裏を、左の膝の裏をぐーっと向こうに押して、で、前のももをしっかり外側にねじ、後ろにねじる。前の右のももを後ろにしっかりねじってやってください。はい、降りて、ほら、あ、またこっち来たよ、こっちに。ほら、ももが、あ、そう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 、うん、右のももを後ろにグッとねじったら、お尻が自然にねじれます。右のもも後ろにねじる、そう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 、もう右のもも後ろにねじって、で、膝の中心が完全に右を向くようにします。お尻をもっとこっち、お尻をもっとこっち。ちょっとその白い人、はい、吸いながら起きて、はい、足先を変えて、右足先を内、右を内、そうそうそう、はい、右の内股を、今度は右の内股を後ろにグーッと押しながら、で、膝の裏をグーッと開きながら曲げてください。はい、お、曲げて、しっかり聞いて、それからやってください。膝、もっと前のももをぐっと向こうにねじって、後ろにねじる。左のももを後ろにねじる。もっと膝の中心が左向いてますか。で、右足の小指側を床にぐっと押し付けて、吸いながら起きる。足先を直す。足先を直すときは、この骨盤も同じように動いて、それでジャンプして戻る。ジャンプして戻る。はい、次のポーズです。はい、来てみなさい。